ムルティプラはフィアットが製造、販売していた自動車である。販売当初は、ロービーム用ヘッドランプは一般的な配置とした一方で、前面窓の下場とボンネット後端に段差を設け、ハイビーム用ヘッドランプが A ピラーの根本付近に配置されるという、他に例を見ないよく言えば斬新、悪く言えば奇抜な外観デザインとなった。駆動形式は、 前輪駆動で2列の3人掛けシートが配され6人乗りとされた。すべてのシートは独立しており、運転席以外は個別に折りたたみ可能で、かつ鉱石は全て取り外しが可能でより過失を広くすることもできる。欧州ではカーフェリー料金が全長4メートルを境に大きく、跳ね上がるため全長を3995ミリメートルに抑えていることをフィアットが 訴求点の一つとしていた。また、当モデルをベースにしたスパイダーが、フィアット名誉会長であったジャンニ・アニエリの要望という形で、ワンオフで生産された。2004年にマイナーチェンジが実施され、前年にフェイスリフトしたプントに似た外観となった。また、全長が4メートルを超え、前述のセールス上の利点を失う結果となった。ルティプラフロントルティプラリアルティプラのデザインは、 国標を持って迎えられ、イギリスのコラムニストからは、世界で最も醜い車、この車は実際に乗るべきだ。なぜなら車の中にいる限り、醜い外観を目にしなくて済むからと評された。また、2008年には、A. デイリー・テレグラフ氏が企画した、史上最も醜い車100選で、ポンティアック・アズテックに次ぐ2位に選ばれた。問題点は、デザインにとどまらず、 1.6リットルのエンジンに対してオートマチックトランスミッションを搭載すると車重が重すぎて非力差が目立ってしまうためそれをカバーするため前年式で AT 車の設定がないという問題もあった欧州では1.9リットルディーゼルの設定もあったが日本向けは1.6リットルガソリンのみであった同じコンセプトもしくは似たコンセプトを持ち6人乗りで 商業的に失敗した日本車の例としては、日産、T の、ホンダエリックス、ホンダジェイドが挙げられる。多様なを意味するイタリア語の、ムルティプラに由来する。フィアットではもともと1950年代に、フィアット600の派生車種として、600ムルティプラの名前を使っていたことがあり、半世紀近い間を経て社名が復活したとも言える。ありがとうございます。